さあ、というわけでね、ノンストップでここまで来れました。もうね、余裕ですね、マジで。ファンタスティック、呪文飛び交ってはいるか。うん。呪文は飛び交ってる。間違いない。だって両脇が打ってるから。主人公はともかく。おぉ、まあね、こいつが、なんかさ、手に持ってんのドラゴンレーダー味すごいんだけど。ね、どう見てもドラゴンレーダー。さあ、というわけでね、翼戦になりますけども、どうだろうな、苦戦しないと思うんだよ。なぜかっていうとね、私はですね、合体モンスター召喚の使用を完全に、ね、熟知しているので、ね、こんなね、ガキンチョ、俺の手でひねり潰してやる。このコンボでボコボコにしてやる。脳天から、もうね、上からもう、思いっきり。さあ、というわけで、翼くんですね。なんだんだそうだ。アンクルホーンと踊る宝石。でも呪文しかないんですよ、こいつ。なんで、まあ、本来は、マジックバリアを使うとですね、非常に攻略がね、楽になります。なんで、まあ、推奨的にするのはマジックバリア。で、ターン数、多分2ターン目だよね、確かね、アクション起こしてくるの。多分2ターン目のはずだから、あれを使ってくるのか。なんで、2ターン目にね、マジバをすると幸せになれます。はい。さあやるか、翼。で、翼くんの盾が、おそらく、あ、聖女だね。なんで、まあ、殴りましょうか。呪文を使うね、メリットがないので、まあ、ソウルイーター、猛毒の息、ダークインパクト。もうね、呪文を鼻から使うつもりがないな、この、もう、チーム。まあ、魔法刀持ってるんでね、ちょっと、まあ、ベギラマですけど、今回は。魔法刀持ってるんで、わざわざね、それを考えて呪文を打つ意味がないですよね。ナイスガード。いいぞ。まあ、今回はね、ガードするタイム、結構ね、結構多いと思うんで、機会が。いっぱいガードしていただきたい。そこそこ痛いからね、普通に。向こうの火力が。さあ、行きましょう。ダークインパクト、放射、うっしょ。よく当てたけど、あんまり行ってほしくないとこ行っちゃったな。一戦、ウクショット、アイ、ワン、ツー。動き封印してもいいんだけど、ダメか。どっち？ああ、魔力上昇ね。はい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 。まあ、次がちょいコアぐらいだな。まあでも次はね、あれを使うしかないので。さあ、モード攻撃。一発。オッケー、いいよいいよいいよ。さあ、ここです。正解はね、これでした。ね。そう、翼くん2ターン目にね、メダパーニャを打ってくるんですね。メダパニーマか。これを打ってくると、まあ、こうな、あれあれなんか、あれ想定だともっと食らう予定だったんだけど。はい、行きましょう。合体モンスター召喚。そう、状態異常カードを無力化できるのがこの合体召喚の強みじゃ。行ってみよう、です。デーモンキング。ジャークナラッシュが炸裂。アウトクショー。お、強くね？え、強くね？おー、これめっちゃいいですね。賢さ減るので、火ダメがめっちゃ連打してくるやん、お前。すごい魔力乗せてくるじゃん、君。怖いな、殺意の塊なんだけど。これはどっちかな？ただれ子か。400ぐらい入っちゃうのかな？結構痛いよね、それ。あ、いいガードです、それ。それはいいガード。マジでいいガードや。どっち？レギュラー？まあ、痛そう。どんくらい？おーおーおー、いいね、いいね、いいね。これじゃあ、これでいいか。そのまま、殴ろう。殴って大丈夫だ、これ。多分。さあ、このターンに持っていけると嬉しいんだけどな。どうだろうな。なんとも言えねえ。猛毒の息次第ですね。さあ、上振れるかどうか。あはあ。お前マジやる気ある？ねえ、あのさ、翼くん、ちょっとね、戦いを放棄してる君もしかして。お前が攻撃した方が強いんだぞ。なぜそこまでバッファーになりたくない貴様。なぜ、いてえ！いって！おバカちゃんなんだけど、火力が。
奪い取る。うん。止めろ。あー、やばい。え、待って、なんか負けそうな雰囲気出てる。なんで？なんか、負けそうな雰囲気、なんで？ポン、お前、マジでよ。おお今はつばぜり合いは仕掛けられないぞ。え？あれ？あれ、私の業界正しければ、あなた魔力上昇3回しましたよね。なんで溜まってるのかな？あれ？あれ？なんで、あれ？なんかさ、あんだけいけますいけます言っといて負けるのすっげえはずいんだけど。あんないけますいけます言っといて負けるのすっげえはずいんだけど。どうしてくれんの？戻ってきましたよ。見分かりますか皆さん。ああやって、慢心しているから負けるんですよ、人は。ね、あれがね、俗に言う、パチョッタであります。はい。ものの見事にパチョりましたね。調子乗り上がって、マジで。ボコボコにしちゃったの、マジで。いや、もう正直舐めてた。魔力上昇3回やってて、こいつマジで。何考えてんの、カスじゃんって思ってたら、全然遠のめってきたね。3ターン目つばぜり合いでいきましょうか。舐めてたわ。申し訳ないね。さあ、ということで、リベンジマッチでございますけれども。まあね、さっきはちょっと不覚を取ってしまいました。我ながら。ね。まさかね、翼相手にパチョるとは。さすがに思わなかったよ。だって、あんだけ魔力上昇しといて、なんたまっとんの3ターンで。チートか、お前。チートだったわ、そういえば。忘れた。こいつら、そうだ。甘い蜜吸って生きてきたんだ。3ターンで勇気は溜まるっていう。許せねえ。猛毒漬けにしやる。猛毒漬けにしやる。まあ2ターン目のルーブは多分変わらなく変えなくていいと思うんで、3ターン目つぶれ合いですね。これはちゃんとやらなきゃダメだね。で、ランマーを食らっていく。まあほとんどしねえな。まあいいんだけどさ、まあほとんどしてくれなくてむしろ。さあ、どうぞ。なんなのこいつら。めっちゃ受けてくるやん。なんなのこいつら。すっごい避けてくるんだけど。いやー、このね、ご利用するときついんだよな。どっち。この男学ばねえ。まるで学ばねえぞ、こいつ。石でも自分のスタイル曲げる気ねえ。大したもんだわ。主人公にだけやめて、マジで。せっかくアンクルホーンとかいるんだからさ、そっち行けよ。そっち行けよ。弱え。恐ろしく弱え。奪い取る。いやー、火力が出ねえ。火力が出ねえんだよな、マジで。結構回避されてるから、なかなかね、きついですね。なんでそんな取り悪いんだ？これが普通か？これが普通なんか。そっか、俺がいつも食らいすぎなのか、これ。これが普通か。じゃあ行きますか。で、あ、デーモンキング。暗黒の拳が放たれるデスラッシュ。レッツラゴーゴー読書。いいね、いいね、いいね。まあ、あとは2ターンかけてじっくり倒しましょう。急ぐ必要はない。こっちの耐久はあるから。急ぐ必要はない、マジで。魔法トーンかかっていく。呪文が封じられちまいました。次、戸惑いながらとかされるとマジでうざいですね。それだけやめていただきたい。今だろう、魔力上昇は。くそよ。マジで、メタ読みが過ぎるぜ。ちゃんと痛いんだよな、アンクルホールの攻撃が。痛いですね。ほんとつばずり合いでしょうね。ここはつばずり合い。さっきの反省を生かして。オッケーオッケーオッケー、悪くないよ。悪くない悪くない悪くない。あとはね、しっかり振れば勝てます。やばい、久々にさ、つばずり合いしたんだけどさ、手首クソ痛い。マジで全然振れない。いった手首。なんでだ？全然振れねえ。お前バカ野郎、何呪文選んでんだ。何呪文選んでんだお前。
マジで手首くっそ痛いんだけど。やばいな。ブランク。やばいな。やっぱね、みんな適度にやらないと。なんかね、すごいね、今ね、すげえマジ、手首がマジで痛え。ほんまに痛え。まあでもこれで終わらせればね、もうつぶれする必要ないからね。って言いたいんだけどさ、なんで HP 負けてるこれ。なんで HP 返されてるこれ。あ、ナイスガードー。そのガードいいよ。いや、殴るか。殴るか。怖いけど。毒針が全てを解決してくれる。マホトン。うわぁ。きつい。やばい。やばい。まずい。あ、魔力上昇。おぉ、いや、これバギーまで積みじゃね、これバギーまで死ぬな。マッチョマン、これバギーまで死んでま、いやいやいや、おっと、相手の攻撃にはさせない。ガードしろ。頑張り耐えろ。翼ってこんな強かったっけ。待って、俺の知ってる翼じゃない。何が起きてるんだ。幻覚か。かくなる上は、装備を変更してまいりました。あのさ、こんな、こんな、ぐだるつもりなかったのに。もうね、翼くん仕様です。完全に装備は。まあ、もうね、メタパに考えなくていいんだったら、もうこれでいい。もう喉がきついわ。つばずれもしたくねえわ、もう。勘弁しとくれ。さあ、装備をね、一転してきました。これで何とかしたい。さあ、いいですよ。まずは、ソウルイーター。火力でねえのがやっぱり大問題だな。マジで。火力がほんまに出ない。これ呪文の方がいいのか？マジで、ずっとレギュラー持ってくるもんね、お前ね。魔法とんしてこないんだもんな。まあ、呪文にしよっかな。お、早速、特殊攻撃だよ。今回、ボレロに変更しました。これでね、呪文の火ダメを減らしましょう。さあ、ウクショ、は？は？何をしているのかな？何をしているのかな？マジで。もうこれ以上負けると、いよいよなんかね、翼の負け集作れちゃうんだけど。マジで。翼敗北集できちゃう。笑えないから。これね、ぜひともね、ガードかね、ミスしていただきたい。さあ、どうだ？オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。そう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 、それですよ。それでこそです。まあ、今度こそ、勝ちたい。勝ち取りたい。まあまあまあ、関係ないっすよ。ここの混乱は全くもって関係ない。なぜなら、私にはこいつがいるからだ。さあ、レッサーデーモン変身からのデーモンキング。ジャークナラッシュが、炸裂、これ以上のね、セリフが思いつかない。いい火力じゃな、ほんま。さあ、向こうがね、ひたすら殴ってきます。これ、あー、主人公じゃないな、これ。誰だ？ベレッス、行ってー。どっち？油断も隙もねえ。ガードガードガード。はい、ガード。いや、三日神はいけるよ。うわぁ。いてぇ。それ、ガードしてください。マジで。ガード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 。はい、ガード。なんでダメージレース負けてんの俺。マジでさ。なんでダメージレース負けてんの俺。まあ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 、いいでしょう。いいでしょ、いいでしょう。よっしゃ、オッケー。ここまではいい、ここまでは。さあ、デインですね。まあ、先制デインなら全然いい。何歩入る？むしろ。見たいわ。変わんない。いや、ちょっと上か。ちょっと上か。垂れる、当てろ！よし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 。いける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 。これはいける。マホトン？オッケーオッケーオッケー。じゃあもう次は殴ろっか。どうだ？誰か？
ほほめっちゃピンポイント、すげえピンポイントやん。あーバキマか、ここガードしてほしいな、頼むガードしてくれ。うわくそ、ここはもう殴るしかないですね。いやー猛毒の息にかけたい、どうだやれるか。うー動く先に、おいやよくねえわ、全然よくねえそれ全然死ねる、いやその魔力上昇は死ねる、全然死ねる。どうですか、さあ決めれるか、猛毒の息が、あー手ありを包む、どこしょ、あー惜しい、だ動け動け、うわー、おお、これいけるか、ついに、いや大丈夫、こいつは殴る、ついにいけるか、いけブース決めてくれ、ソウルイーター一戦どっこいしょ、ナイス、よしよくやったよくやった、やったー、よかったー、勝て申したわ、勝て申したわ。あのさ、こんな苦戦するとこじゃないってこれマジでこんな苦戦するとこじゃないって、次回どうしてくれるんだ。コントローラーが落ちました。コントローラーガシャンつっちゃって。いやー、長かった。マジで長かった。これ一個ね、あれなんですよね。ボツにしてるんだけどさ、俺これ3回負けてんだよね。俺もう3回に負けてんだよね。3回負けてんだよ、こいつに。いや、マジでさ、なんであんな苦戦すると思ったけど、明らか火力がこっちの方が低かったもんね。いやー、まあ盛り上がりはしたな、確かに。うん、呪文そんな使ってないんだけどね、ごめんな。いやー、マジで苦戦した。なんなら過去一苦戦したわ、ここ。舐めてたわ、マジで。完全に舐めてた。いやー。翼くん、侮れん。まさか翼一本で動画が成り立ってしまうと思わなかった。いやー。まあそっか、そもそもレベル8で挑んだ俺がバカか。7だね、正確には。レベル7で挑んだ俺がバカだね。それは間違いねえ。ということで、無事ね、魔法使いフレッシュマン大会クリアということで、長かった。道中、あんだけスムーズに行ってたかだけに、ちょっと翼が完全に予想外だったな。あんな苦戦するとは。いやー、舐めてたわ、完全に。いや、翼強かった、マジで。いやー、マジでか。そっか、苦戦するか。まあ、そりゃそうだよな。こっちの呪文打点が魔法塔によって封印される以上、火力難になるのことは分かってたのに、向こうが火力でご利用してくるからね。マジきつかった。ほんまきつかったわ。ほっとり。笑えんかったよ。まあ、ということで、次回はですね、いよいよ、武闘家ですよ。なんで武闘家を後回しにしたかって、職業相性があるからっていう理由と、まあ、どうしても最初に戦士を片付けたかったので、まあ、武闘家をね、後回しにしたんですけど、それがね、まあ、次回どうなることか、地獄を見るのかどうなのか、ね。まあ、ぜひとも皆様お楽しみにということで、私はもうね、今からね、もうガクブルしておりますので、レベル上げをしておきます。はい。というわけで、本日の動画じゃなくて、もうダメだ。動画は以上になります。次回もお会いいたしましょう。お疲れ様でした。少しね、頭を落ち着かせようか。